やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと、今日はカバラ数秘術の運命数13の良いところをこう褒めまくったり、2021年後半のメッセージをお伝えしようと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしているので、ぜひ動画チェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法とか、受付状況は動画概要欄とかツイッターに書いてありますので、ぜひチェックお願いいたします。はい。カバラ数秘術1、13。ね、これ1から33まで、一つずつやろうと思います。で、本質とペルソナの数あるでしょ？まあ、本質の方の数字をなるべくメインで見てください。で、ペルソナ、例えば、本質1でペルソナ5なんですって人は、まあ、1をメインに見て、5はサブ的にちょっと見てみてください。で、カバラ数秘術の運命数って何ですかっていう方はですね、玉木の動画の中でカバラ数秘術の運命数の出し方っていうのを検索していただくと、簡単な式でこう、生年月日から出せる数字ですので、ちょっと出してみてください。1、3、いきますよ。1のキーワードはですね、リーダーシップとか、活発、始まり、創造する、勇気、正直、カリスマ性、オリジナリティ、ひらめき、情熱、自立、パワフル、直感。こういうところですね。1の方はね、どうしてもこうトップ、指導者とかトップ、リーダーになっちゃう資質を持ってるんですよ。パワフルなんですよね。1、3は本当に、ね、前向きで、ものすごく集中力があって、さあ、あれに向かって頑張ろうって目標を定めたら、それに向かって、もう絶対本気で物事をやります。で、それ本気でもう突き進んでいけば、大抵のことは成し遂げられちゃうパワーっていうのを持ってる、すっごい強力なエネルギーを持ってる方ですね。なので、もう一さんはね、やるぞって決めて、もうパワフルに突き進めさえすればね、大抵のことは本当に実現させちゃうんですよ。叶えることができる力を持ってるので、なんかこう小手先でこう、ちょっとなんかずるいことしてこう、何か回避しようとかね、ちょっと先回りする道はないかしらとか、そういうなんかちょろちょろした動きはしないで、もう正々堂々と成功法で正面から物事に立ち向かっていった方がいいですよ。もうそのままのありのままのあなたのパワーで進んでいけば何でも願ったことをね、望んだことは大抵叶えられるので、自信持って進んでいってくださいね。で、性格はね、明るいです。ね、個人鑑定私もかなりの人数やっておりますけれど、1さんはね、とても明るくて陽気ですね。もう、陽のポジティブなエネルギーを発してますね。ハキハキ明るい、シャキシャキ。パリパリしてるっていうか、そんな感じが多いですね。で、打たれ強く負けず嫌いなところもあります。メンタルはね、強めな方だと思いますよ。でもたまにこう、弱気なところとかね、繊細なところを覗かせるところもあるけれど、まだね、始まりの数字だからね。人生っていうか、魂の成長が、さあ始まりましたって、ポンってこう、地球に投げ出された、みたいな状態なので、まあ、タロットカードの愚者みたいな、フールのカードみたいな感じなんですけれど、基本的に恐れは知らないポジティブな感じだけど、あ、でも、たまにこう、こっち行って大丈夫かしらみたいな、たまにこう弱気なところも見せたりしてね、そういうところもありますね。はい。で、こうと決めたら最後までやり抜く強さ。さっきも言ったけど、その強さがめちゃめちゃ強いです。で、どんな苦境でもこう、貫き通す、志の強さ。とかね、粘り強さみたいなのが特徴です。やるぞって言ったらもう諦めずに叶うまで突き進んでいきますね。ちょっとそういうところが8と似てるかなっていう感じがしますけれど。1さんはね、誰も見たことのない景色が見たいんですね。始まりの数です。さあ、地球に降り立ちました。さあ、私だけの世界、私が作って切り開いて、どんな世界が見えるのかしら。さあ、世界を私に、その素晴らしい姿を見せておくれみたいな感じで、旅立っていく。こう、揺るぎのない、こう、オリジナリティを追求して、
しつつ道を切り開いていく、そんなのが1でございます。あとはそうね、なんかみんなで1はね、群れてとか協力して何かやっていくっていうより、そう、他人と一緒にワイワイ仕事もまあ楽しいは楽しいんだけど、まあそれよりはなんか一人でやっちゃった方が楽かなっていうのが1さんですね。うん、一人で何でもできるもんみたいなのが1なんですよね。うん、一人でやった方が楽だし、早いし、効率がいいかなみたいな感じで、結局こうね、一人でやる方向に収束していってしまうかな。まあそれ、そんな感じなので、仕事もね、フリーランスで一人で何かやるとかね、個人事業主とかが向いてるかな。うん、組織の中にいるなら管理職になっちゃうとか、トップになっちゃうとか、リーダー的な立場に早くなっちゃわないと、下の方に、組織の下の方でこうみんなと同じ立場がいっぱいいるみたいな、なんかそんなところにいるのが一番辛いですね。あとはね、一さんはね、白黒はっきりしてますね。うん、シンプルで分かりやすいのが好きです。なんかめんどくさい、こう、まどろこしいのは、あ、なんかめんどくさい、もうなんか、それ考えたくない、みたいな。なんか、人物、相手に対しても、それめんどくさい、めんどくさい、みたいな。うん、もっとシンプルに行こう、みたいなのをね、求めがちですね。そう、だから、こう、オブラートに包まれた、こう、やんわりした優しい、わかりづらい表現とかは、ちょっと苦手かもしれない。ストレートに言ってくれた方が楽だわ、ってこう、サバサバ、シャキシャキしてる感じね。で、自信っていうのがポイントですね。自信満々に見えます、1さん。他の数字から見ると自信満々に見えるけど、ご本人としては自信が欲しいなって思ってるんですよね。自信のある堂々とした人でいたいな。その自信が欲しいなって強く望んでるからこそ、まあその自信も結局は得られるんだけど、そうね、自信。でも周りから見るとね、本当に1さんはね、自信たっぷりで、貫禄のある、正々堂々とした、うん、自分の力を本当信じてるなとか、そういう風に見えるんですよ。とても素敵ですよね。ねえ、あとオリジナリティがめちゃめちゃ大事なんですよ。人と違うのがいいんですよね、1さんは。他の人と同じじゃ嫌、もう、ね、その、オリジナリティ、もう私のオンリーワンみたいなのを求めるのが1さんの原動力になってるかな。はい、そんな感じで1さんの良いところをわーって言ってみましたが、どうですか？これからもそのひらめきと行動力と直感力と粘り強さとね、その力、めっちゃ強い力を使って道を切り開いて、どんどん夢を実現させていってくださいね。はい。では、2021年後半のメッセージをちょっとお伝えします。まず、龍神カードから。お、輪流、輪になってる龍だ。完成した物事が始動するとき。なんか、この輪だけ見るとさ、タロットカードの世界のカードを思い出すね。一つの輪になってみたい。で、夜空ですね、これは。完成した物事が始動するとき、輪流。一の方。物事はね、望んできたこととかやってきたことが今一つの円を描いて完成をしましたね。で、完成したので、これからこの輪がぐるぐる回るようにどんどん動き出すことを表してます、この輪流。すべてが今揃ってます。今、すべてこう揃ったので、完成してさらにまた新たに今度回るように始まるタイミングです。始まるタイミングを静かに待っている状態です。必要なものが必ず手に入るっていうことが約束されています。もう手に入るよ。入るからね。なので、この手に入ってくるものを受け取る準備をしてください。それが大切だっていうふうに伝えていますね。あ、よし、もう手に入るから、よし、よっしゃ、来いみたいな感じで手を広げて待っててくださいよ。はい。あとはね、焦りとかはいらないです。なんかまだ足りなくないだろうかとか、自分もっとなんか準備足りてなくない、もっと学んだりしなきゃいけなくないとか、いろいろ不安とかね、
そういうのがあるからもしれませんが、もうすべての準備は整ってるよ。あとは今まで蓄えたものを糧にして、あとこの竜が回り始めるのを待つだけなので、まだ足りない、なんか足りない、足りないっていう不足感っていうのを感じるんじゃなくて、もう今がベスト。ね、それこそ世界のカードですよ。今が一番いい、今がベスト。もう完璧であるっていうのを自覚して、もうあとは行動するだけで望む方向へと自然とスーッと行くのでね。はい。安心してください。あとは物事がぐる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 回っていくでしょう。あら素敵。ね、一番さんらしいね。常にね、一番さん頑張ってるからね。努力家だから。粘り強く努力して、ね、パワフルなエネルギーで進んでるから、それが動き出しますよ。はい。続いて、大天使オラクルカード。はい。大天使オラクルカード。はい。クレアセンテンスかな？これはね、超感覚ですね。何回も引いたことある。綺麗なカードでしょ。ね。金の羽を羽ばたかせ飛んでおります。これは大天使ラギュエルです。Notice your recovering physical and emotional feelings as they sign divine guidance.難しいよね。確かね、何度もこう繰り返して、体の中、フィジカル、体の中で感じることとか、思い、気持ち、なんかそういうのは天の導きによるものですって言ってますね。一番さんね、ひらめきとか、感覚感性鋭いんですよ。奇数なので。このカード出たら一番さんの、一番さんの自分の気持ちを大事にしましょう。自分の気持ちとか、体の中に感じる感覚とか、なんかあるでしょ、直感みたいなの。それを大切にしましょうね。心の奥深くにあるなんか感情とか、あとはね、なんか、切羽詰まった焦りとか、なんかそういうのも恐れないでください。で、この大天使ラギュエルが、あなたの思いと、他人の思いをちゃんとこう区別するなんか手伝いをしてくれるらしいんですね。なので、一さんがこう取り込んでしまった不必要なエネルギーっていうのを取り除いてくれます。で、これからこう一さんが出会う人、場所、環境、いろいろありますよ。なんかそういうのがこう愛に溢れていて、清々しく気持ちがいいものであるように導いてくれます。で、繰り返し感じるものないですか？この、なんかさ、スピリチュアル的なのかなんかよくわかんないけど、あ、この感覚前にも あったなとか、私もなんかよくあるけど、この胸がキュッてなる感じとか、この感情とか、肉体の感覚とか、あ、これ何度もこの場面で感じてるとか、そういう繰り返し感じる感覚とか、ないですか？多分あると思います。ね、繰り返し抱く感情とか肉体で感じることには重要な情報がね、隠されているので、まずはそれに気づいて従ってみましょう。そこには、一さんのね、願いへの答えがあります。で、メッセージがわかりにくい場合は、このなんか繰り返し感じる感覚とか感情はある。確かにあるけど、じゃあどうしたらいいのってわかんない時にはこのラギュエル、大天使ラギュエルにちょっと助けてって助けを求めると次にどういうステップを踏めばいいか、何をすればいいかみたいなのがわかるように導いてくれます。なのでね、一番さん直感、感性、感覚、ひらめきみたいなのが鋭いので特に なんか繰り返し感じるもんとかあると思います。日常生活で。あ、これまたこの感覚みたいな、またこの感情みたいな、それが何なのか気づいてください。で、その中にね、あなたの答えが詰まってます。その感覚、繰り返し現れる感覚の中に、ほら、これが答えだよ、受け取ってみたいな感じで隠れてると思うのでね、ぜひ、
ね、この胸の中で何度も感じる感覚、見つけてください。はい。では、1さんの良いところと2021年後半へのメッセージでした。以上になります。ね、素敵な、あと数ヶ月だけどね、うん。良い日々をお過ごしくださいませ。じゃんけんこう、たまーき、じゃんけん、じゃんけん。ほい、パンなのでチョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイありがとうございます。